朝日健太郎君 <laughs> おはようございます自由民主党の朝日健太郎でございます本日はどうぞよろしくお願いいたしますただいま議題となりました船舶油濁損害賠償保障法マイクはここで大丈夫ですかね、はい、いわゆる油買法の一部を改正する法律案について本日はお伺いをしてまいりますまず前提といたしまして本法案は二つの条約締結に向けた国内の整備に関わるものだと認識をしております これまでの本法案に関わる経緯を見ていくと、国際開示機関、いわゆる IMO において、2001年に採択をされた燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約、いわゆるバンカー条約、そしてもう一つは2007年に IMO において採択をされました、難パ物の除去に関するナイロビ国際条約がありますが、それらの締結へ向けた国内での整備が必要になるわけですが、 その前にお聞きしたいのは、この2つの条約はすでに締約国の発刑要件を満たし、2008年、そして2015年にそれぞれ発行されております、そこでお伺いをいたしますが、現在、すでに多くの国がこの2条約に締結済みでもあるにもかかわらず、我が国の締結が今回、この時期になったのはなぜでしょうか、理由をお聞かせください。水島局長 お答えを申し上げます。委員ご指摘の両条約燃料油汚染損害の民事責任条約また、難破物除去内留備条約を国内法制化するためには内航船舶にも保険加入を義務付ける必要がございます我が国は2004年に油売法を改正いたしまして一定の外国船舶に対する保険加入の義務付けなど事実上両条約の内容の一部を実施してきたところでございます 一方当時の調査では内航船舶の保険加入率は7割にも満たず中小企業が大半を占める内航事業者に大きな経済的影響をもたらす可能性があると考えられた次第でございます加えて条約の加盟国数が少ない段階では裁判所判決の総合承認などの条約締結によるメリットが 内航事業者への影響を必ずしも上回るとは思えなかったことから両条約の締結を見送ってきたところでございます麻生健太郎君ありがとうございます理解をいたしました、えー、この改正案ですけれども海難事故等の発生による船舶の燃料油流出による損害や難破物の除去いわゆる座礁した船の撤去といった損害から被害者の保護を 主な目的としているわけですけれども本法律案に関わる実際の地域社会においてこれまで問題となった事例等をお示しいただきたいと思いますまたその際に事故を受けた地域がどの程度の被害また負担をしたのかその支援措置として国はどのような対応をしたのかその後の経過等も合わせてお聞かせください水島海事局長お答えを申し上げます 船舶の燃料油による汚染損害や、ナンパ物除去等の費用による損害に関する最近の海難事例といたしましては、2013年に青森県で発生いたしましたアンファン8号の座礁及び燃料油汚染事故、および2016年に兵庫県淡路島において発生したネプチューン号の座礁事故がございます。 いずれの事案も保険には加入しておりましたものの保険会社が船舶所有者の保険契約違反による面積を主張いたしましたことから保険金が支払われずまた船舶所有者も船体等を放仕 放置し続けていたことから、地方自治体が船舶所有者に代わって、油の防除措置や座礁船の撤去を行ったという事例でございます。青森県が油防除や座礁船撤去に要した費用は約3億6000万円、兵庫県が座礁船撤去に要した費用は約1億7000万円と承知をしております。 また燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害に対しましては被害の発生場所被害額等に応じまして関係機関により補助金等の支援策が講じられておるところでございますご紹介申し上げました青森県及び兵庫県の事例に対しましてはいずれも社会資本整備総合交付金における防災安全交付金事業および特別交付税により合計で 損害の約六割程度が措置されたものと承知をしておりますこれにより青森県及び兵庫県の負担の軽減が図られておりますが加えて青森県は加害者である船舶所有者に対する損害賠償の請求の手続きを進めておりましてまた兵庫県においても損害賠償の請求を行う方針であると承知しておるところでございます朝日健太郎君はい、ありがとうございますああのまあ、加害者が いる中でしっかりとこういう無責任な対応ないようにしっかりと進めていただきたいと思いますえ続いてえ本法案ですけれどもえ船舶の燃料油先ほどもご紹介ありました座礁した船の撤去こういったことに対する措置を講じるとされておりますけれどもえ船舶による大きな事故被害で思い出されるのはロシア船籍の炭化ナホトカ号があります平成9年の出来事なんですけれども日本海沿岸各地に大量の重油が漂着をし漁業や 回避環境へ大きな影響を及ぼしましたその後も巨大タンカーの事故が相次いだとの記録も私は目にいたしました大きな被害が想定をされますタンカーが積み荷として運ぶ油についての対策はどのように取られているのかお聞かせください水島海事局長お答えを申し上げます委員ご指摘のとおりタンカーは大量の油を輸送しておりましてひとたび海難事故が発生いたしますと 油の流出により甚大な被害をもたらすす可能性がございますこのようなタンカーから流出した油による汚染損害への対策として、1969年に国際開示機関 IMO の前身の機関におきまして油汚染損害の民事責任条約が採択をされております。この条約は一定のタンカーに対し保険加入を義務づけることや、 被害者が船舶所有者ではなく保険会社に対して直接請求できること、また締約国の裁判判決が他の締約国において承認されることと、今般、国内実施をしようとしております燃料油汚染損害の民事責任条約と同趣旨の内容を含んでいるところでございます。 我が国はすでにこの条約を締結済みでございまして、また条約を国内法制化するため、1975年に祝い法が制定をされたところでございます。こうしたことから、タンカーから流出した油による汚染損害につきましては、すでに現行法において、被害者法のための対策が講じられているところでございます。朝日健太郎君 ありがとうございますあの今回の法案の資料も拝見させていただくとあの船舶による海難事故数は毎年2000隻前後発生するというしているというデータを拝見いたしました、えー、名古屋港等の大規模事故以降国土交通省の油回収においてこの事故の,をの教訓を生かし体制の強化は普段の努力が必要だと思っております以前私はあの名古屋港に配備そこで稼働しております 春節兼油回収船の清流丸を視察をいたしました平時は航路の浚渫工事を担っているわけですけれども大規模油流出事故が発生した場合国土交通省公安局が所管をする大型油回収船による油防除体制はどのようになっているのかお聞かせください月志公安局長お答え申し上げます 平成9年1月に島根県沖岐の島沖で先ほど委員のご指摘もございましたがナホトカ号による油流出事故が発生をいたしましたその際当時名古屋港に配備されておりました唯一の春節県油回収船青流丸が出動し油の回収に当たりましたが名古屋港から現地まで開港するのに4日以上を要しました当該事故を契機といたしまして平成9年12月19日に 閣議決定されました油汚染事件への準備および対応のための国家的な緊急計画に基づきまして大型浚渫兼油回収船を建造いたしましたこれにより名古屋港に加え新潟港に白山北九州港に海啸丸を配備するなど体制の強化を図りましたこの3隻により大規模油流出事故が発生した場合 海上保安庁からの出動要請に基づき、出動からおおむね48時間以内に、我が国周辺海域の現場へ到達できるよう、体制を構築しております。これに加え、閉鎖性海域である東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海、八代海に現在12隻の小型の清掃兼油回収船を配備し、油の流出の際には、その回収にを行ってございます。今後も新設兼油回収船3隻及び 清掃兼油回収船12隻により油流出事故発生時における迅速な汚染防御に取り組んでまいります朝日健太郎君ありがとうございますあの所管をされる作業船はこの昨昨年の自然災害時も大変有,有効に機能していただきましたのでまあ作業船の整備並びに有事の適,時適,適切な事故対応を行えるよう訓練と常時から普段の取り組みをお願いしたいと思いますえ続きまして 保険会社への直接請求権についてお尋ねをいたします今回の大きな改正点では本来は被害者が損害賠償を求めるのは船舶の所有者だったわけですけれども今回の改正で被害者は保険者等へ直接請求が可能となります保険者にとっては保証契約の免責自由に該当したとしても損害賠償の支払いを求められることとなりリスクまた負担が高まるかと思います このような負担を強いることによって、保険会社の事業運営を圧迫することにならないか、その見解をお聞かせください。水嶋海事局長 お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、今般、改正によりまして、燃料による汚染損害や、難破物除去等の費用による損害について、被害者が保険会社に保険金の支払いを直接請求できることとなります。この場合、保険会社が直接請求に応じた場合であっても、保険会社と船舶所有者との間では、保険契約違反等による支払い面積は引き続き有効でございまして、 保険会社は船舶所有者に対し被害者に支払った保険金と同額を事後的に給償するといった対応を取ることが可能と考えられますまたそもそも本法案のもととなります2つの条約につきましては国際開示機関において各国代表とともに保険業界の国際的な団体も参加しつつ十分な議論を経て策定をされたと承知をしておるところでございます さらに、両条約の国内法制化に当たりましては、国土交通省としても、保険業界を構成員に含む検討会などを通じまして、ご理解を得るよう努めてきたところでございます。その議論に際しまして、保険業界にもご意見などを聴取いたしましたところ、条約に基づく直接請求に対応して、保険金の支払いをした場合の影響は限定的であり、現時点において、当該措置に伴う、 保険料の引き上げも想定していないとのことでございました、えー、このようなことから、えー、保険会社の事業運営を圧迫することにはならないのではないかと考えておるところでございます朝日健太郎君ありがとうございます、えー、続きまして保険契約締結の義務化についてお尋ねをいたします、えー、我が国はこれまで独自の措置として総トン数100トン以上の外交船舶にのみ 保険締結の義務化をををし入認認めててきたと認識をしておりますでも本改正案では、その保険締結の義務化が外交船だけではなく、内向船舶にも新たに課せられます。国内の内航海運事業者にとって過度な負担にならないのでしょうか、国内の内航海運事業者の大半は、ご説明にあったとおり、中小企業が占めているわけですから、その経営を圧迫することにならないのでしょうか、お答えをください。 水嶋海事局長お答えを申し上げますこの2つの条約上、内向船舶も保険加入の義務付け対象から除外されておりませんところ、両条約を国内実施するためには、我が国でも内向船舶に保険の加入を義務付ける必要がございます。 また、被害者法の観点から申し上げれば、内向船舶でございましても、船舶所有者の倒産などにより、賠償が十分に果たせないことも、などもありうることから、保険の加入を義務付けることは望ましいことではないかなと考えておる次第でございますすこれらのの内向船舶が加入する保険,の保険料の負担でございます。けれども 総トン数のほか、輸送する貨物や船礼事故の履歴なども踏まえて決定されることが一般的でございまして、その額について一概に申し上げることはできないのではありますが、例として総トン数300トンの内向貨物船では、約120万円となるものと承知をしております。 また、両条約の締結の検討に際しまして、内航海運業界への影響について、改めて調査、検討を行いましたところ、現在では総トン数300トン以上の内航船舶の保険加入率は、9割以上まで高まっているということを確認いたしました、このため、本法による保険への加入義務付けによる経済的な影響は限定的ではないかというふうに考えているところでございます。 関係業界を構成員とする検討会などを通じまして、条約の国内実施について、議論を行ってきたところでございますけれども、その結果、内向業界からもご理解を得た上えで、今回の国内法制化を進めさせていただいているということでございます朝日健太郎君。保険関連でもう一問お願いをします外国。外国船舶が保険に入っていない場合、うん、先ほど申したとおり、我が国の港には入港できないことになっております。 しかしこのため、我が国の港に寄港せず、つまり港へ入港せず、我が国の領海を無害通行、多国船籍でありましても、沿岸国の領海は通行できる権利を有しているわけですけれども、外国船籍はえ改正前でも同様ではありましたけれども、保険締結の義務は課せられておらず、こうした船舶が無保険の状態で、我が国の領海で、 仮に座礁、もしくは沈没したような場合に、我が国が被害を受ける危険性は依然として残っていると考えております。その上で国交省の見解をお聞かせください。水島海事局長。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、締約国に寄港せず、締約国の領海を通行するだけの非締約国籍の船舶については、 保険加入を義務づけることはできませんけれども一つには両条約が求める保険に加入していない船舶は定約国の港に寄港をできなくなるということでございますまた船舶が寄港する主要国の多くが両条約を締結しておりますので保険に加入しない場合にはその結果実質的に国際航海に従事できない状況が生じているということでございますので 非定約国籍の船舶であっても条約上の強制保険を提携するというインセンティブが働くのではないかというふうに考えておりますしたいまして無保険船舶によって我が国が被害を受ける恐れは低いものと考えておる次第でございます朝日健太郎君ありがとうございます理解いたしましたここで一つ確認をさせていただきたいのですが私はよく海辺で スポーツなどの活動を積極的に行うんですけれども、え実際起こってほしくないですけれども、海難事故による燃料油の流出や船舶の座礁等により、沿岸部、また海岸へ被害が及び、海辺の活動や、例えば海水浴、その他イベント等へ、支障が及んだ場合にも、本法に基づく被害者保護の対象になるのでしょうか、聞かせください水島海事局長え。お答えを申し上げます。 一般論といたしましてはまず燃料油による汚染が生じたことで海辺の活動により本来得られたであろう利益が失われてしまった場合本法による被害者保護の措置の対象となるか否かにつきましては 客観的に損害額の算定が可能であるかかどうかまた汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかについて個々の事案ごとに判断されることになるのでろうと考えております他方で難破物でございますけれどもこの法案におきまして対象としております損害は ナンパ物の除去等の費用による損害でございますため船舶の座礁が原因となってビーチバレーなど例えばスポーツなどの海辺の活動に被害が及んだ場合であってもそれによる損害自体については本法に基づく保護の対象とはならないと考えております。 ただ、スポーツなどを行う海岸等におきまして、海域管理のための法律などに基づきまして、除去命令が発出された場合に、当該除去などの費用が発生した場合には、本法に基づく保護の対象になるんだろうと考えております朝日健太郎君。ありがとうございます、理解をいたしました。え続きましてあの、ソックス規制についてえ、質問をさせていただきたいと思います。 2020年1月から船舶燃料の養分の上限が3.5%から0.5%へ引き下げられる国際ルールが発行されます船会社はその対応策を取る必要があるわけですけれどもいくつかあるその対応プランですけれども養分の少ない燃料いわゆる規制適合油を使用し排出規制に適用することが想定をされますしかし発行まで半年今日しかこの時間のない中で安全上問題のない 従来の燃料ではなく新たな燃料となる規制的合油の供給が十分に確保されておらず新燃料によるテスト航行等も十分に実施できていないそういった心配をする声が海運業界の方からお聞きをいたしましたまた燃料の価格においてもまだ見通しが立っておらず価格が高騰することによる経営の影響を懸念する声も伺いました国交省としましては国際社会の責任を果たしかつ 民間活力を減退させることなく、支援をする必要があると考えますけれども、ソックス規制への認識と現在の取り組みをお聞かせください。水島海事局長。お答えを申し上げます。委員から船舶の燃料油におけるソックスすなわち、硫黄酸化物に関する規制についてのご質問をいただきました。委員ご指摘のとおり 2008年の海洋汚染防止条約の改正によりまして来年1月から全世界的に船舶用燃料油中の硫黄分濃度を3.5%以下から0.5%以下へと規制強化するソックス規制が開始されるということでございます。 このソックス規制に適合するためにはいくつかの対応方法がございますが LNG 燃料線の建造あるいは排ガス洗浄装置これはスクラバーと呼んでおりますけれどもそのスクラバーの搭載 あるいは、規制的合意の使用による対応が予定をされているところでございまして、特にこの新しい数値基準に適合する、規制的合意に関する課題の解決が極めて重要であるというふうに認識をしております。この規制的合意でございますが、同年度や流動点、少し技術的なお話でございますけれども、こういった油の正常が従来の燃料とは、 大きく異なることが想定されておりますことから国土交通省では船舶の安全運航が可能な正常の規制的合油が安定的に供給できるように。 船舶のエンジン、燃料ポンプ、燃料タンクの加熱設備などに関する詳細調査を実施してきたところでございます。その調査結果を受けまして、船舶の安全や運航への影響を最小化しつつ、石油業界が安定的に供給できる規制的合意の正常に関しまして、2月に 海運界石油業界双方の共通認識が得られたところでございますまた海運事業者の皆さんが 規制的合意を使用する際に必要となります対策や留意点につきまして国土交通省でまとめた手引き書をこの4月3日に公表するとともに業界へも周知をさせていただいたところでございます今後国内で供給予定の規制的合意を用いた実践でのトライアルを早急に実施し海運事業者が準備に万全を期すことができるよう 現在関係省庁等準備を進めていいるところでございま,すまた、こういった技術的な問題に比べまして、コストの問題もあることを認識しております。海運事業者におきましては、燃料費がコストに占める割合が極めて大きいために、仮に規制適合油の価格が現在の燃料よりも、 大きく上昇した場合に海運事業者だけでそのコストを負担することは困難だろうと考えられる次第でございます今回のソックス規制はそもそも全世界において大気環境を改善し 健康被害を低減するためのものでございまして、このような社会全体に貢献する環境規制は、社会全体でコストを負担することが重要であろうと考えております。そのため、国土交通省では、今回の規制対策に伴って、生じる環境コストの適切な配分のため、内航海運事業における燃料サーチャージ等ガイドラインというものを作成をいたしまして、4月4日に公表したところでございます。 また、s o 規制強化とそれに伴う影響につきまして荷主さんも含め広く社会の理解を得る必要があると考えておりまして このため、4月23日には経団連、関係業界との共催で、シンポジウムを開催するなど、情報の発信に努めているところでございます。技術的な検証に加えまして、こうした荷主企業をはじめとする国民の皆様への環境規制の理解の醸成などを通じまして、2020年からのソックス規制に円滑に対応できるよう取り組んでまいりたいと考えております朝日健太郎君。 ご説明ありがとうございますまあ、1日も早く環境整備して規制発行への万全の備えをお願いをしたいと思います先ほどソックス規制の対応策にの中で LNG 燃料への代替策のご説明をいただきました LNG に関しましては我が国は世界でも最大の輸入国でもありますそういった背景もあり 重要を使用する従来の船舶と比較をして、環境負荷の小さい船舶であります、LNG 燃料への切り替えは重要だと考えております、海洋立国であります我が国において、海運、造船、港湾、こういった国際競争力強化の観点でも重要だと思っておりますけれども、実際の LNG 燃料船の導入状況、お聞かせをいただきたいと思います。水嶋海事局長 お答えを申し上げます LNG 燃料には、硫黄分が含まれておりませんので、SOX、硫黄酸化物や PM、粒子状物質がほとんど排出されないということでございまして、SOX 規制に適合するための有効な対策の一つとなります、また同時に LNG 燃料は化石燃料の中で CO2 排出減単位が最も少ない環境に優しい燃料であるとも言われております。 LNG 燃料船の導入にあたりましては、すでに技術的な課題はなくなっているものと考えておりますが、実際の導入に際しましては、その戦果に加えまして、委員ご指摘のとおり、LNG 燃料の市場価格によって、民間の投資判断が左右されると承知をしております。 LNG 燃料船は、諸外国では2018年9月の時点の調査でございますが、北欧を中心に約150隻が建造されていると承知をしております。また、日本では2015年に建造されました、LNG 燃料のタグボート、先駆けという船でございますが、この船を皮切りに、今年2月には2隻目の LNG 燃料タグボート、維新が巡航しております。 加えて、昨年度より環境省と連携をいたしまして先進的な LNG 燃料船による CO2 排出量の大幅削減を図るモデル事業を実施しておりまして大型貨物船を含む3隻が本事業で実証を行う予定としております。 ソックス規制や2018年の4月に国際開示機関、IMO で採択されました GHG ・グリーンハウスガス削減戦略に適切に対応するためには、LNG 燃料船の普及促進が重要であると考えておりまして、国土交通省といたしましても、こうした施策を通じて、普及拡大に努めてまいりたいと考えております。朝日健太郎君ありがとうございますす LNG 燃料線の普及を促進するためには 世界的に LNG 燃料を供給する体制いわゆる LNG バンカリングの体制が整備されることが重要だと考えておりますこのような中で我が国国内においては各地に LNG 基地が立地をしているなど LNG 燃料を供給する体制を整備する上で大きなポテンシャルを有していると考えておりますこうした我が国の優位性を生かして LNG 燃料の供給拠点の形成を世界的にリードしていくことが 国際競争力の強化につながると考えておりますけれども、我が国の港湾において、LNG のバンカリング体制の整備に向けた取り組みをお聞かせください。公安局長お答え申し上げます。え環境負荷の少ない LNG を燃料とする船舶の普及促進のためには、委員ご指摘のとおり、船舶への LNG 燃料の供給、すなわち LNG バンカリングの体制の世界的な構築が重要と考えてございます。 また我が国港湾において、いち早く LNG バンカリング拠点を形成することで、LNG を燃料とする船舶の機構が促進され、国際競争力の強化にもつながると認識してございます。このため、国土交通省では、LNG バンカリングに必要な施設整備に対する補助制度を創設し、これにより現在、伊勢湾、三河湾、および東京湾において、2020年度中の供給開始を目指して、LNG バンカリング船の建造、および運航準備が進められております。また、 LNG 燃料線の普及促進のためには、ご指摘のとおり、LNG バンカリング拠点の国際的なネットワーク構築が重要であるとの認識の下、各国公安当局間での国際連携を推進しております。国土交通省といたしましては、引き続き、LNG バンカリング拠点の形成促進により、LNG 燃料線の普及促進と,とともに、公安の国際競争力強化を図ってまいりたいと考えております朝日健太郎君。ありがとうございます。引き続き整備をお願いしたいと思います。 野副大臣すみません、時間となりましたので申し訳ございません、通告をしていたにもかかわらず、以上、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました